来ました。この頃になるとムーミンは落ち着かなくなります。スナフキンマン、スナフキンが旅に出る日が近づいたのを感じるからです。おはようパパ、ずいぶん早く起きたんだね。お前も早いじゃないか。うん、庭中が葉っぱだらけだ。昨夜の風のせいだな。もうすぐ冬なんだね。焚き火があったかくて気持ちいいや。そうだな。僕たちは冬になったらやっぱり冬眠するんでしょ。昔からの長い長い習慣だからな。もしスナフキンが僕を旅に連れてってくれるって言ったら、僕は冬眠しなくてもいい？ねえ、いいでしょ？スナフキンは一人で旅に行くと言うだろう。僕一生懸命頼んでみる。それは多分スナフキンを困らせることになるぞ。どうして？スナフキンは孤独を愛している。だから彼には一人旅がどうしても必要なんだ。それは僕だって知ってる。スナフキンはお前のことが大好きだ。だから彼は冬を除いてずっとムーミン谷にいる。そして私たちが冬眠する頃になって初めて旅に出る。お前のことが好きだから一緒に連れて行けと言われたらスナフキンは困ってしまうだろう。パパはお前の気持ちもわかるが、スナフキンの気持ちもよくわかる。スナフキンを一人で旅に行かせなさい。いい子だ。あ、全然ダメだな。このところさっぱりなんだ。寒くなってきたから？うん。いつ立つの？え？今年も旅に出るんでしょ？ああ。お願いがあるんだ。何？黙って立たないで。でも春にはまた会えると分かってても別れるのは辛いんだ。ああ、別れは嫌だな。だから僕はそっと出発するつもりだった。後でスナフキンが行ってしまったのを知るのは嫌なんだ。辛いけど僕見送るよ。そしてさよならを言いたいんだ。ね、いいだろう？君がそう望むなら、今年は君たちが冬眠に入ってから出発することにしようか。本
当？よかった。それならスナフキンと別れていないのと同じだね。うん、春、君が目を覚ます前に帰ってくるつもりだからね。やった、ありがとうスナフキン。おい、ムーミン。あ、スニフ。ムーミン、ちょっと来てくれよ。木の上に何か引っかかってるんだ。何かってなんだい？よくわからない、フローレンとミンが見つけたんだ。うん、でも高い木の上なんで取れないんだ。ねえムーミン、取ってよ。よし、わかった。気をつけろ。大丈夫かしら。タコだな、あれは。タコ？空へ上げて遊ぶものさ。空を飛ぶの？タコは上げるもので飛ばすもんじゃない。気をつけて。頑張れ、もう少しだ。だいぶ壊れてるわ。直せばきっとまた上がると思うよ。多分ね、どこかで上げている最中に糸が切れたんだ。それで風に煽られて木の上に。ねえ、直してまた上げようよ。いいわね、上げるだけで飛ばないんじゃつまんない。いや、タコはとても面白いものなんだよ。これタコだって？うん、直せるよね。多分。珍しいタコだね。どこか遠くから飛んできたんだな。直せるでしょ、これ。もちろん。じゃあ早く直してよ、僕たちも手伝うから。手伝ってもらうほどのことはないけど、今度あげるときは丈夫な糸が必要だよ。それもできるだけ長い方がいい。糸ならあるわ、丈夫なのが。よし、それじゃあ早速作業開始だ。タコ揚げなんて本当に久しぶりだ。胸がワクワクする。子供に帰ったみたいね。スノーク、この辺でいい？いいだろう。誰が揚げる？僕がやる。それじゃあムーミン、タコを高く掲げて。こう？うん。さあスニフ、うまく揚げてごらん。よしムーミン、まだ手を離すな。離せあ、あれ？スニフ、タコを持ってかけてごらん。風に乗ったら少しずつ糸を伸ばしていくんだ。わかった。ムミ、もう一度持ってて。ああ、いいぞ。走るぞ、離せ。上がったか？
ークこのタコ上がらないじゃないか。大きいからな。風がもう少し出るのを待とう。うん、その方がいい。今に吹くかもしれん。皮肉だな、昨夜はあんなに吹いてたのに。大丈夫？うん、しばらくすればきっと風が出るわ。少しずつだよ。うん。ねえスニフ、私にやらせてやらせて。君には無理だよミー。どうして？きっとタコに持ち上げられちゃうよ。そんなことないわよ。ムーミンの言う通りだ。ミーはやめなさい。おほん、スニフ。何？ちょっと私にも持たせてくれよ。え？わあ、パパったら。しっかり持ってて。いやあ、久しぶりだな、この感触。お？これは？パパ、糸を巻いて早く。ああ、そうだったな。絶対に私のせいではない。ええ、それは分かってます。上空はかなり風が強いんです。もっと重心を下げる必要がありますね。タコは無事だよパパ。意外と丈夫なのね。よし。それをつけるともうぐるぐる回ることはないの？あ、大丈夫だ。なに？私、あのタコに乗りたいの。なんだって？タコの裏に捕まってればタコと一緒に空に上がれると思うの。そうかもしれないけど、危ないよ。さっきみたいに落ちることだってあるんだぞ。今度は大丈夫だってスノークが言ってたわ。でも私はやるの。でもこっそりとよ。みんなやめなさいって言うに決まってるもん。当たり前だよ。しー、だからね、今度タコをあげるとき。何をこそこそ話してるの？なんでもない。今度はもう落ちるようなことはないわねって言ってたとこ。そうね、大丈夫みたいね。でもさ、絶対っていう。スニフ、あんたタコ持つんでしょ？え？もう一度、あげてみるかい、ムーミン。うん、今度は糸を全部伸ばすからね。スニフ、タコを持っててくれるかい？持つって。ミー。頼むよ、スニフ。頼むわ、スニフ。本当に大丈夫なんだな。心配いらないって。心配だな。やめでもつぶってなさい。うん。スニフ、話せって言ったら話してくれ。わかった。Yeah!
伸ばしたよ。ずいぶん高いな。風も相当強そうだ。でも安定してるね。そうだろう。相当揺れるわね。おい、あら、今タコの先に何かついてるみたいだった。ここからじゃ遠くてよくわからないな。でも確かに鳥かなんかじゃないの。タコの裏に隠れたのよ。鳥じゃないわ。じゃあゴミだよ。まさか。スニフ、タコの裏見えるでしょ。見えないよ、だって僕目つぶってるんだもん。え、あれはゴミじゃないですよ、ミーです。そういえばさっきから見えないと思ったわ。ミーのやつどうして。いや、僕は知らないよ、僕は見てないからね。スニフ、君だってミーのやつがどうしても乗りたいって言うから。なんだって。ムーミン、とにかくタコを下ろした方がいい。うん。慌てて引っ張り下ろそうとするな。風が強くなっているから糸が切れるかもしれない。どうか私の糸が切れませんように。結び目です、心配なのは。結び目って、前からあのタコについていた糸とママの糸との結び目のことです。それが、僕はしっかり結んだつもりなんだが。風が強い、吹き飛ばされるなよ。うわ、こっから落ちたら命がないわね。あんまり動くな、ミー。わかったわよ。もう少しだぞ、ムーミン。切れた。追いかけよう。スニフ、ミー。お兄さんも探しに行って。そうだな。お寂しい山の方へ飛ばされたわ。ママ。あの子、ミーは運の強い子だから。飛ばされるのかしら。あら、お寂しい山がこんな近くなってきた。ミー、ミー。魔女の森の方へ行ったと思う。うまく木の上に落ちれば助かるね。うん。見えない、どこにも見えませんよ。こっちの方に飛ばされたのは間違いない。はうん。どうした、スニフ。僕、上ばかり見てたけど、もう落っこってるかもしれませんね。おう、そんなことはない。ミーはまだ空の上を。あれ、どうしたんです。今何かが。何かって。多分、いや、間違いないと思うが、飛行鬼のようだった。え、見た、見たぞ。ミーを見つけたの。飛行鬼を見た。君もか。もう二人ともしっかりしてくださいよ。僕たちが探してるのはミーなんですよ。そろそろ下へ降りるのよ。Thank you.
行ったんだろう。こうやってあてもなく歩いていてもどうしようもないな。ムーミン見つけた？ミー、元気を出してフローレン。でも私信じてるわ、ミーはきっと。ママフローレン、ミー必ず助かると思ってたわ。ミーはママの言う通り運の強い子でした。しかし、なんとも人騒がせですね。ミーは下にはいないよ。うん。気をつけろ、ムーミン。待ってろムーミン。助けてパパ。もちろんムーミンは助かりました。でもミーよりずっと怖い思いをしたようですね。ねえスナフキン、森に魔女が帰ってきたらしいんだ。僕たちがお寂し山で会った女の子は自分は魔女の孫だって言うんだけど、僕には信じられない。きっとあの子、魔女に騙されているんだ。次回、楽しいムーミン一家、帰ってきた魔女、お楽しみに。光と遊ぶ